さあ、6月7日、時刻は20時を回りました。ここからはアーバンフィットネスラジオのお時間となります。この番組は、日本一健康的な FM ラジオ番組として、私パーソナリティカツラと、アシスタントのはるかです。とそして、今回からですね、去年、一緒に、番組の立ち上げの時から一緒にやっておりましたけども、理学療法士の上野です。よろしくお願いします。ですね、今日この3人で、お送りしてまいります。アバンフィットネスラジオですね。こちらの番組は、ビューティースポーツフィットネスヘルスをテーマに、時に素敵なゲスト様をお招きして、さまざまなですね、健康そして美容に関する情報をお届けする番組となっております。ボディイノベーションの提供で20時25分までお送りいたしますので、ぜひ最後までですね、お付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。はい、今日ですね、コロナウイルス騒動終わって、初のかなという形で、マスクを取って、ようやくマスクを取っての放送という形で、前回までマスクつけてやってましたよね。ですね。ですよね、という形ですけども、なんか前にこの動画で今、ライブ配信ですね、もう同時に行われてますけども、動画で見てる方はこれ分かると思うんですけど、この赤い動いたありますけども、これはここに設置してあるんで、なんかあれですね、僕悪いことした人みたいな気持ちなんですよね。面会みたいな、よく警察署あるじゃないですか。はい、そういう感じで、なんかこう、確かに取り調べみたいですね。なんか親族が来ましたみたいな。はい、そんな気分になってますけども、はい、で今日は、このアバンフィットネスラジオですね、やはりこうスポーツ、ビューティーフィットネスヘルスといったそういったことをテーマに、取り上げる番組としてお送りしてますので、今回は、上野くんがですね、はい、番組に戻ってきましたの でご存知の方、いると思うんですけども、彼は、去年の、1月だったかな、2月だったかな、そうですね、1月でしたか、はい、2月ですね、2月だったですかね、はい、から、ちょっとですね、某スポーツチーム、プロスポーツチームの方に、メディカルトレーナーとして、行ってましたので、チームに帯同してましたので、まあ、シーズン、終わるまでは、ちょっと番組にスケジュール的にも合わないので、しばらく抜けてたって形ですけども、まあ、シーズンが終わりましたので、終わりましたというかですね、これも今スポーツ何もできないじゃないですか、今なかなかですね。なので、またちょっとこう番組に戻ってきてという形で、まあ、今オフシーズンという形なので、こういった形でまた多くの方にちょっと少しでも有益な健康情報をですね、届けてい、くという形になってますので、今日は戻ってきたカムバックという形で、ちょっと上野くんにフォーカスしてということをお送りしたいなと思います。嬉しい、はい、もうお帰りなさいですね。ただいま最近引っ越したって。あ、そうです、はい、3日前に引っ越しまして、大豪邸に引っ越したという話。椅子がね、はい、バランスボールの家に、椅子がバランスボールという大豪邸に、うん、はい、それはやっぱりちょっとこういろいろ効果があるもんですか、椅子をバランスボールにすると。そうですね、うん、やっぱり姿勢というところに、うんうんうん、はい、姿勢が良くならお家にしたかったんで、うん、バランスボールと、あと鉄棒も買っちゃいました。家に鉄棒とバランスボール、鉄棒とバランスボールですね。はい、だいたい普通はソファーか何かっていうところから揃えると思いますけど、うん、鉄棒とバランスボールから、鉄棒とバランスボールから、はい、さすがですね、さすがです、期待を裏切らないですね。はい、まあ彼は理学療法士なんですよね。で、まあ、番組最初の方聞いていただいている方とか、ホームページ見ていただいている方とかはご存知だと思いますけど、理学療法士として、病院に勤められて、まあ、そこからスポーツの方に、徐々に移行してきてっていう形なので、やっぱり理学療法士さんっていうのは、その姿勢とか体の機能構造とかいうところすごくこう特に強いんですよね。なので、もうですね、今のこのもうはるかちゃんの姿勢とか、もう気になって仕方がないかもしれないです。ちょっと横目でチラチラ見てました。はい、ピーン社長みたいな感じの座り方ですね、はい、してますけど、で今日はなので、コロナウイルスのこういうことで、やっぱり
お仕事も在宅勤務になってリモートワークになってで学校もなくなってってなってほとんどの方がその家にこう在宅時間長くなっちゃってでかつ外でのもうスポーツジムとかも閉まったじゃないですかで運動する機会がなくなってあの外でのジョギングでさえもちょっとやめとけみたいな雰囲気一時期に なりましたよね。そうですね。で、ジョギングもその飛沫が最初5メートルとか言われたけどいや違うぞ10メートルじゃないかとかなんかこうなってましたよね人との距離がなので前に走ってる方との距離も結構空けないとあの飛んでくるとかやっぱそういうのもあの言われてたりとかあったんでやっぱ運動する機会って結構減ったと思うんですよねこの2ヶ月ぐらいはですねほとんどの方がでそういうふうにこう在宅時間が長くなって同じ姿勢が続いてとかになると、うんなかなかですねこういろんな心身に、問題が起きたりとか、してる方って多いと思うんですよねなのでまずその姿勢っていうところに関して今日はやはりこう上野くんが戻ってきているので、ちょっとお話伺っていきたいなとこう姿勢美人っていうようなですねそういうような内容で、うんうん、さっきまで社長みたいに座ってたりいきなりピンとしてうんって言ってますけど、うん、はい、うんですよねもう先週じゃない前回、ドライブスルー福岡っていうテーマのことでこう放送したじゃないですか、はい、で、YouTube の方に動画、僕昨日上げてるんですけど、行ってきたんですよねドライブスルー福岡行ってきましたよ、あの福岡の、飲食店の、方々あとはその医療従事者の方々への支援イベント的な感じで、はい、まあ、ドライブスルーでお弁当を受け取ってっていう形の、はい、接触の少ない形でですね、うんうん、でいろんな地元の飲食店がこう出られててでお弁当見つかって、はい、でちょっとお土産とかも買ったりいただいたりして、でちょっとビーチでお弁当ですね食レポしながら食べて、誘われてないお弁当は3つだったのに、ね、あれおかしいな、ちょっとそれはあの詳しくは動画あるんですけど、もうですね、あの僕はもうただのアッシーなので、はい、他も運転して、はい、もうあのお弁当3つ予約して、はい、もう社長のごとくですね、もう、はい、助手席にこう座ってって感じで、いや言い方がひどいですよねもうその様子はあの動画見ていただければですね、しっかり見ておきます、ね、はい、今日はちょっとそういうこうはるかちゃんの姿勢が良くなる回という形で、はい、はい、でそもそもその姿勢が悪くなると、うん、姿勢が悪くなると何なのみたいなところって、うんうん、多分ほとんどの方があると思うんですよ、うん、で例えばあなた姿勢悪いですよとか言われても、うんうん、あそうですかみたいな感じに多分なりますよねほとんどの方が、あなんかそれに伴って、うん、なんか体がどうなるのかとか、そうですよね、というとこまではね分からないので、分かんないですよね、はい、なのでやっぱその姿勢が悪いと何がどうなのってだからどうなのみたいなもう素朴なところからですね、うん、ちょっと上野大先生に伺っていきたいなと思うんですけども、はい、まあ、ちょっと、どうですかその姿勢が悪くなるっていうことはつまりどういうようなことがあるんでしょうか一言で言うと、はい、ブサイクになりますそれはまずいですよ、それはまずいです、はい、うんうん、太ったりします、太ったりもします、うんうん、特にお腹周り肩甲骨周りですね、はい、今もう、うん、桂さんの顔が怖い、うん、あら僕、はい、もう、うん、お前のことだよと言わんばかりの涙が過ごし、なるほどですね、姿勢が悪いと、そうですね、うんうん、特にじゃあその猫背って今多いと思うんですよね、まあはい、あのまあ、厳密に言うとその猫背にもいろんなパターンとかいろいろあったりすると思いますけど、はい、まあ、ざっくりとその丸々気味の方っていうのは多いと思うんですけど、はい、猫背になっていると、まあ、またこうどういうようなことがあったりとか、まあ、どういう先々とか含めてですね、はい、起こりうることとか、まあ、支障があるのかなっていうのもちょっとお伺いしたいんですけども、はい、うん、じゃあ30秒ぐらいでまとめますと素晴らしい、はい、首が前に出ると目がボーっとなって、うん、ベロも下に落ちて、うんうん、
ベロが変なところを押して歯並びも悪くなって、うん、はい、首の筋肉が前に出る、首が前に出るとそれを支える筋肉も、うん、肩周りの筋肉も壊ってしまって、うんうん、で肩も内巻きに入ってしまって、うん、それをかばおうとして腰だけ勝手に反っちゃって、うん、というような状況になって体幹の筋肉もうまく働かずに、うん、ちょっとぷよぷよなっちゃいますかね。はい、ぷよぷよ、わかりました。一個ずつちょっと、残り の、 あの音楽の時間まで解説していきましょうか。はい、まず一番最初は、はい、ベロが落ちて落ちて落ちて、はい、歯並び、歯並びに、ね、綺麗で痛いですよね。いやー、もちろん、はい、うん、はい、そして、はい、首が前に出ることで、うん、肩で支えないといけないんで肩こりにつながります、うん、頭部って結構重いんですよね、はい、意外と。そうなんですね。意外と重いんですよ。 5,6 キロぐらいありますよね。重いです。結構ですね。じゃあ支えてるから、ダンベルで例えば女性がだいたいご自宅で使うダンベルとかって多分 1,2 キロぐらいだと思うんですよね。うん、そのぐらいです。だって自宅にダンベルあるとかいう場合でも本当可愛い感じの、はい、ピンク色、ね、ピンク色のやつ。ああいうの1キロとかですから、はい、あんなもんじゃないですからね、頭の重さって。って考えると結構重いですよね。結構重いのがここに乗ってるんですよ。重いですね。その位置がちょっとずれるかとかって結構重要ですよ。めっちゃっすね。え、じゃあもう万年肩こりなんですけど、はい、うんうんうん、え、それって要はそういうことですよね。支えれてない、うん、ですね。はるかさんもやっぱりですね、いろんなとこに顔突っ込まれてるからか、うん、だいぶ前のめりになっちゃってますもんね。気になって興味が ね、 前のめり、まあ、大事ですけどね、前のめりですね。うん、ですよね。もう常にこうキョロキョロですもんね。恥ずかしい。でそしてそうこう上の方が前に行くと、それを前に倒れないようにするために腰が、あ、そうですね、丸ませな、肩が丸まって、うん、はいですね、こうなって腰が反っちゃうというですね、うん、はい、ですよね。なのでまあそのままそうならなかったらそのまま前にビューンって、ね、おばあちゃんみたいになっちゃいますね。そうそう、なんとかこう前後でっていうこう支えようとするがゆえに、はい、っていう形に、まあ、なっちゃいますよね。まあ、あの全ての方がそういう形のパターンとは限らないと思いますけど、はい、うん、ですね、そうですね、5歳違うらしいです。姿勢が変わると、うん、5歳ぐらい実年齢と、姿勢がいい人は5歳ぐらい若く見えるし、うんうん、悪いと5歳年上に見られてしまいますし、はい、若く言いたいですね。ということは5歳プラスすると誰ので計算してます、うん、今、うん、って感じですね。はい、うん、まあそういういろんなこう問題があるっていう形ですけども、はい、それをまあじゃあ簡単に、座った状態、まずこう椅子に座ってるじゃないですか。はい、でじゃあその姿勢よくするとか言ってもこう何が どうすれば姿勢がいいのかとかわからないっていう方がほとんどだと思うので、はい、もう今その今姿勢にこう、あの姿勢じゃない、今椅子に座ってる、はい、その座り方ちょっとこう意識しておいた方がいいポイント、はい、っていうのも教えていただければなと思うんですけども、なんと時間がですね、音楽まであと30秒ということになっちゃいましたので、はい、30秒で、はいはい、簡単に触りだけ、わかりました、はい、詳しくは後半ですね、はい、一番はここのお尻の下に手を引いてもらってコリコリする座骨、うんうんうん、があると思うんです。コリコリするとかありますか、うん、骨が、コリコリする骨が、あ、これかな、はい、ないわけはない。はい、このコリコリする骨の中心より指1本分ぐらいちょっと前に体重を乗せます。あ、そんな感じです、そんな感じです。はい、これがまずお尻の作り方の基本になって、音楽ですかね。そうですね。あ、でも今のだけでもだいぶ全然変わりますよね。僕からの印象すごく変わりました。カメラから、はい、じゃあそのいいすごく素敵な状況で、今日の曲紹介お願いします。はい、はい、キングヌーで白日。
はい、今週も、DJ はるか選曲という形だったんですけど、この曲は、いや、いいですよね、キングヌーも大好きなんですよ。そう、あの井口さんが、もう声がね、声が声が、そう、なんか女性みたいに高いじゃないですか、うんうんうん、確かに。だからあのカラオケで歌った時に男女でデュエットできるんですよ、この曲。おお、してたもんね。いつしてたよね。してましたね。はい、そうそうね、そう、まあ多分このことを話し出すともうね、多分30分足りないもんね。あ、足りないです。あ、じゃあそれで一ラジオできますね。当たりますよ、あの、ね、キングヌーさんのラジオがみたいな。そう、それぐらい大好きっていうです、ね、はい、すごい。いつ出てくるかなと思ってました。今日は、ね、はい、という形ですね。はい。はい、で今日は、上野くんが、理学療法士の上野くんが、ちょっと番組にシーズンオフという形で戻ってきているので、まあ、彼にその姿勢、正しい美しい姿勢のですね、作り方っていう形のものを、今ご教授いただいているところですけども、でまさに先ほど、この音楽前もうちょっとですね、椅子に座り方っていうそのポイントちょっとやっただけでもう僕からの姿勢もうめっちゃ変わりましたよ。お、本当ですか。めっちゃ変わりました。そうです。やった。いや、だって前ちょっと前のめりになったぐらいですよ。本当ですか。でも気持ち すごいちょっと変わりましたね。すごい、はい、でちょもう一度先ほどのお願いします。このお尻の、はい、お尻の下に手を引いてもらって、うん、手のひらをパーにして手を引きます、はい、そして、ちょっと右左と揺らしたらコリコリした三角形みたいな骨が何かあるの分かりますか。分かりますね。はい、これはない方はいないと思います。はい、みんなあります、はい、でその三角形の骨よりも後ろに体重がかかると背もたれにもたれかかって猫背になりやすいんで、うん、気持ちそれの前に自分の重心を乗せます、うん、はい、OK です。これで、はい、まずはお尻がついてるところは完了です、うん、じゃ次お腹に行きますね。はい、はい、お腹も、このままついつい前に来すぎて腰が反っちゃうと逆効果になってしまうので、うん、どっちかというともう天井からこうなんかね、頭の上から紐が出てるような感じでこう引っ張られるような感じ、そうですそうです、はい、うん、身長を 2,3 センチ真上に伸ばすような感じで、うん、はい、はい、腰を反らないっていうのがポイントになります、うん、はい、姿勢まっすぐしたらですね、体幹の筋肉も使いやすくなるんで、うん、はるかさんのカラオケも歌いやすいんじゃないでしょうか。あ、はい、上手になりますかね。姿勢歌唱力アップアップなりますか、ね、もうでもものすごく変わるはずですよ、はあ、やっぱり姿勢が良くなって、はい、ここのその動きっていうのが変わるとやっぱりこんな状態で歌うのと、はい、よくして歌うのはそれは違うと思います、うんうん、わお、うん、それで歌わなきゃ。そうですね、そうなんですよ、まあ、あとも変わります。座り方、うん、あ、そうですね、で肩が丸まってる人が多いんで肩を開くっていうのが多いんで、はい、腰を反らないように肩を開いて、うんうんうん、はい、これで首も整ってくるので、うん、どうですか正面から見て今のはるかさん。いや、もうすごい変わりましたね。すごい変わりました。ちょっと美人になりましたか。え、美人になりました。マイナス。あ、美しくなりました。はい、もう美しかったのがもうもっと美しく、そうですね、で本当にでも印象がやっぱり全然違うんですよ。はい、うん、うん、やっぱり印象は違いますよね。うん、でマイナス5歳いきましたか、うん、アウトライン、その体のアウトラインですね、もうやっぱりそのフォルムも変わってきますし、あとやっぱりその本当にちょっとまああれじゃないですか、あの口角とかが分かりやすいと思いますけど、口角ってちょっともうミリ単位違うだけでも印象変わるじゃないですか。確かに。ここ、はい、ちょっとここが上がってるかって、はい、もうセンチじゃなくてミリのレベルでちょっとでも印象が変わるの、まあ、その僕姿勢も一緒だと思ってるんですよね。ミリ単位でもちょっとでもそのちょっと違うだけで全然印象変わってくると思うんで、その表情結構皆さんあの、まあ、世の中的にもフォーカスされて表情朝笑顔の練習しようとかそういう会社さんとかもあると思いますけど、あの姿勢も同じだよねっていうのはですね、思いますよね、うん、確かにそうですね、うん、ですよね、うん、で、より姿勢をじゃあちょっとこう簡単に、はい、よくするエクササイズっていうのも、あるんですけど、はい、1分間1分間ぐらいでちょっと実演をまず
でもですね、上野さんに、はい、はい、分かりました、はいはい、簡単な分ですね、簡単な、はい、あの、まあ、全ての方にですね、これが該当するとか、これで全てがどうこうっていうわけではないんですけども、はい、うん、そうですね、じゃあはるかさんが朝ごはんを作りながら、あ、できるような感じでいきます。いいですね、嬉しい、はい、キッチンの前に立ちます、うん、はい、手を置きますと、はいはい、で、足と手に均等に体重をかけてもらって、はいはい、この状態で、骨盤から下は動かしません、うんうん、はい、頭から、背中までをこんな感じでこんにゃくみたいにくにゃくにゃくにゃーと丸めていきます。丸く、でまっすぐに戻します、うん、で丸めて、背骨って31個あるんで、うん、はい、ガラケーみたいにこうカクって丸まらないように、うん、滑らかに滑らかにこう、首だけとか丸まっちゃう人が多いんですね、首、うん、背中、腰と全部均等に丸めていきます、うん、はい、こんな感じ ですね、はい、なんか簡単な動きな感じがするんですけど、そうなんです、ただこれが意外と難しいというですね、はい、はい、形で、まあ、これはやってみられると、で誰かに横で見ていただいてとか、なんか撮影していただくと、なんか自分のイメージはですね、おすっごいもうめっちゃ 丸だよみたいな感じでやってる人はみんな思うんですよ。でも旗から見るとですね、いやみたいな、そんな難しいんですね、やっぱり。そうなんですよね。なので、ぜひちょっとやってみて、自分がどうなってるのか、自分の体が自分でちゃんとコントロール、イメージ通りできてるかっていうのは確認してですね、まあ、背骨先ほどこう一本の骨じゃないんで、やっぱりこう、うん、ちゃんとしなって丸くなってるか、硬いところって丸くならないですからね。はい、うん、そうなんですね。あるので、まあそこはですね、ちょっと放送中は難しかったですけども、DJ はるかちゃんが、はい、今のエクササイズにトライした動画が、YouTube の方にですね、上げていきますのでぜひ皆さんですね、見ていただいて、あれって丸かなこれはっていうですね、はい、のを見ていただければと思いますけども、いや、きっと丸まりますよ、きっと丸まりますね、はい、大丈夫、はい、どうなってか YouTube をチェックということで、うん、もこうやっぱりこう柔らかくちゃんとしなってコントロールできるっていうのも大切だということですね。まあ、全てがこれでこう全部が解決するとかいうわけではないですけども、まあ一つのこう生活の中に取り入れる例として、今日座り方と、まあちょっと一つのこの立位でできるですね、料理しながらできることっていうのを教えていただきましたけども、まあ詳しくはあの動画の方を見ていただいて、形で、見ていただければなと思いますけども、そんなこんなであと45秒ですね、はい、はい、早いですね、早いですね、早いですよ、はい、あと30秒なんか話しますで次回が、はい、6月の、1週明けて、各週再来週の日曜日の20時という形になりますので、ぜひですねご視聴いただければと思います。今日はですね、はるかちゃんとそして上野くんと3人でお送りいたしました。それでは、はい、また再来週お会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。